皆さんごきげんよう、ヒロです。ヒロです。今日はね、めちゃくちゃ大人気のラーメン屋さんに今向かっております。はい、オープンがね、11時30分なんだけど、もう本当にオープンしてすぐ売り切れちゃうから、今が10時45分ぐらい、はい、で、到着予定が11時ぐらいだから、まあ食べれると信じて向かっております。はい、で、どんなラーメンかはね、もう本当一回見てほしい。これはね、ラーメン好きはたまらないと思いますんでね。はい、はい、それでは早速なおさん、はい、行ってみよう。無事ですね、一番に並ぶことができました。はい、美味しいラーメンにたどり着けました。はい、じゃあ食べていきましょう。はい、はい、じゃあ奈緒さんが頼んだのが、はい、うま辛ラーメンです。はい、どうぞ。じゃーん、うまっかー。おー、でも野菜もたっぷり入ってて、うん、おいしそう、うん、ね。いただきます。はい、結構なんか辛みのほらなんか持ってるよ。あ、これチャーシューに上に乗ってるんだ。麺はこんな感じ。あ、ストレート麺。うん、美味しそうだね。ね。しっかりツヤもあって。まずじゃあスープからいただきます。はい。あ、辛。まあ辛いけど、うん、コクがある。おー。コクがある旨味。ええやつやん、それ。うん。うん、あ、でも結構辛いから。うん、辛いもの苦手な人はまあ頼まんか。あ、まあね。いただきます。はい、うん、麺美味しい。トゥルトゥルでしょ。うん、無添加にこだわったんやな、これ。そう、すべて無添加。めっちゃうまい。いいね。めっちゃうまい、美味しい。うん、最高。はい、お待たせいたしました。私が頼んだのはカツラーメンにカツトッピングの卵追加しております。見てください、どうぞ。やばない？やばでもちょっとやっぱ可愛いみたい。可愛いでしょ。これカツがこんな入ってて、チャーシューも入って、カツは薄めなんだね。うん、本当にアートですな。アート、アート、ね。はい、じゃあ美味しくいただいていきたいと思います。はい、じゃあ美味しくいただきます。はい、てかどこから行く？カツ麺はもうしばらくたどり着きます。そうだね、うん、カツ、カツがでもちょっとスープ吸う感じで美味しいじゃないの。うん、でね、うん、見て、ほら薄い、食べやすい。いただきます。はい、パリパリいってる。あ、うまっ。美味しい。うん、あのね、うん、薄いからこそこのカリカリが出てるんだと思う。あ、そう。うん、ライス頼んでないけど大丈夫？ヒロさん、これだけあればね大丈夫かと思うけど。いつもだってさ、ライスでラーメン食べてるじゃん。これはでも違う、主役はカツです。あ、そっか。減らない。減らない。うん、麺もじゃあ醤油味だよね。うん、うん、ストレート麺だね。うん、同じような麺だね。はい、ちょっと取れないな、取れ埋まってる感じ。あ、出てきた、出てきた。
うわ、後悔、取れない。取れた。いただきます。ああ。めっちゃうまい。美味しい。うん、本当だ。確かに悪い味せんな。な。うん。あとこれチャーシューも見て。そのチャーシュー気になるな。レアチャーシュー。うん、ほら。ちょっと半生じゃないけど、赤みが残ってて、うん、ローストビーフっぽい、ね、そうだね、ちょっと食べてみる、うん、はい、いただきます。めっちゃ、美味しい、うん、ちゃんと、うん、炭火みたいな味がする。ん、炭火みたいな味がして、でも、めっちゃ柔らかい、うん、あの柔らかそう、見た目よくあるパサパサするチャーシューではない。いいね、期待大。しっとりお上品みたいな。はい、じゃあ食べていきたいと思います。はい、すいません。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいでございます。ありがとう。見ました、あのカツ、うん、もう花びら、うん、そうだね。ああ、うん、で、さらに、うん、あの上の注文の方法があるらしい。うん、何だったっけ、ひまわりか。あ、そうそう、ひまわり。もうひまわりって言ったら、うん、えらいことになりますから大食いに自信がある方、うん、ちょっとぜひ頼んでほしいひまわりを。そうだね、俺もさすがにちょっと断念したもん。まあね、うん、総じてカツはパリパリですごく美味しかったし、うん、あのチャーシューもレアですごい美味しいし、うん、美味しかった、美味しかった。卵も、うん、あの半熟卵、うん、味がしっかり染みてて美味しいし、うん、もう美味しいしか言ってねえな。麺もスープも美味しかったし、無添加でな、うん、うん、なおさんの方のうま辛も、うま辛も美味しかった。でもね、うん、何よりやっぱり麺が美味しい。美味しいね。うん、すごい美味しい。いや、やっぱ美味しいラーメン食うと生きてるって気がしますな、うん、そうだね、ぜひですね、うん、こちら岡山県の瀬戸内市長船のところになるのかな、うん、長船町にあるいろはラーメン、うん、はい、あのラーメン好きの方は、うん、ぜひお立ち寄りください。ね、綺麗なお姉さんが作ってたのね。うん、うん、以上、どこいこチャンネルのヒロでした。ナオでした。バイバイ。バイバ